ライバル同士の対決となったダービーマッチ、キックオフまであと少しです。勝負の行方はどうなるんでしょうか。 EATV でご覧ください。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。今日はオールドトラフォードからマンチェスターユナイテッド対リバプールのダービーマッチをお送りします。この試合の実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんもお迎えしました。福西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。因縁があまりに多いノースウェストダービーですから、その対立はサポーターから選手まで含めて凄まじいものがありますね。しかし緊迫した雰囲気だからこそ、サポーターと選手が一体になって勝利を目指して戦い抜きます。僕も解説を忘れて一人の観客にならないよう気をつけます。私を一人にしないでくださいね。では試合の方を見ていきましょう。こちらがマンチェスターユナイテッドの先発メンバーです。ゴールキーパーオナナ、ラファエル・バランとマルティネスがセンターバックに、ボルジェス・フェルナンデスとカゼミーロが中盤の真ん中、そしてトップはラッシュフォードです。1点リードにできるか。入った、先制点。試合の序盤からゴールが生まれています。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。モハメド・サラー、ここでなんとかボールに寄せてきました。アドバンテージが取られています、マンチェスターユナイテッド。ガクポ、さあガクポへ、サラー、コーディ・ガクポ、ここでチアゴ、カーティス・ジョーンズ、ここで攻撃を止めます。カウンターのチャンスです。素晴らしいカウンター攻撃でしたが決めきれません。切り替えが良かったですね。最後のシュートだけが本当に惜しかった。警告が出されます。リバプールの選手にイエローカードです。今のはイエローでもしょうがないでしょうね。コナテ、サイドからの攻撃、スペースを攻め上がります。マイナスのボールが出ました。リバプールの同点ゴール。リプレイを見てみましょうか。この折り返したパスが決定的なチャンスを作り出します。そして最後はこのフィニッシュ、この距離なら外さないでしょう。同点ゴールに対して監督のこのリアクション、これだけ喜ぶ気持ちもよくわかります。
サンチョ、ギリギリで追いつきましたね。これはチャンスとなるか。ルイス・ディアス、カットしました。ブルーノ・フェルナンデス、ボールはサラーへ。アルカンタラ、技で相手を翻弄しました。このシュートは明らかにミスでしょう。リサンドロ・マルティネス、マルティネス、サンチョに渡った。ここは味方を使います。メイソン・マウント、慎重にボールを動かしています。ボールは誰にも触れることなく外へ。ゴールキックです。高い位置でインターセプトしました。チャンスになるのか。シュートの先にはキーパーが。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。カウンターを狙います。上がっていけるか。カウンターのチャンスが続く。ここはよくスペースが見えていました。危険な場面でしたが、うまくカットしました。ショー、ボールはブルーノ・フェルナンデスへ。ブルーノ・フェルナンデスに渡った。サンチョ、ラッシュフォードに渡る。通ればチャンスというスルーパスでしたが、ゴールキーパーに阻止されました。アディショナルタイムが2分増やされました。シアグ、シアゴ・アルカンタラ、ここでガクポ、ここでホイッスル。オールドトラフォードでは前半が終了しました。ここオールドトラフォードでは、席を立っていた観客が席に戻っていく中、後半戦がスタートしました。じっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け、均衡を破りたいところ。ドリブルで持ち込んでいます。かわした。さあどうする。ファール覚悟で止めざるを得ませんでした。
マンチェスターユナイテッド、イエローカードが出ています。厳しく行きましたからね。これはしょうがないかな。ボールはボックス内へ。ピンチを抜け出せるか。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。すぐ攻撃に切り替えたい。アレクサンダー・アーノルド。ロバートソン。ボックス内にクロスが通ります。ここはクリアします。これはナイスインターセプト。うまく読んでいました。ディアス。このクロスボールは脅威にはなりません。キーパーが処理します。試合終了まであと30分あります。マンチェスターユナイテッド、サイドのスペースが広く空いています。振り抜いた。このシュートはブロックされました。またブロック。立ちはだかります。カウンターのチャンスです。サナ。勝ち越せるチャンスです。決定的なシュートでしたがミスになりました。ディフレクションです。高い位置でカットします。シュートは生かせない。またこの男が立ちはだかります。チアゴ・アルカンタラ。裏までしっかり見えています。あと一息というところで相手にカットされました。ジョーンズ。判定はどうでしょうか。ボールに行っていなければ一発レッドです。レッドカードが出ました。退場です。プレーがプレーでしたからね。これは文句言えないでしょう。ここでリバプールが選手を交代します。これはどうしましたか。フリーキックが枠に行きません。何か狙いがあったと思うんですがボールを思うように蹴れなかったんでしょう。勝ち越しゴール来るか。これを止める。よく反応しましたね。マンチェスターユナイテッドの選手交代です。ここはクリアでしのぎます。ティアゴ・アルカンタラ。これはいい反応でした。今度は止めましたね。リバプールのコーナーキック。勝ち越すチャンスです。もう一度コーナーです。
危ない場面もディフェンスがクリア。サナ、いい寄せです。試合終了まであと10分となりました。試合終盤に向けてホームチームを応援する声が大きくなっています。果たして勝ち越せるでしょうか。どうなるかは分かりませんが、最後まで大きな後押しがあります。戦う姿勢を見せてほしいですね。一段と大きくなったチャントはドローを望んでいるようには聞こえません。リバプールが攻撃に、同点の状況でキーパーがビッグセーブ。助かりましたね。ディフェンスはヒヤッとしたでしょう。ここでマンチェスターユナイテッドが選手を交代します。さあボールを蹴った。決まった。リバプールが勝ち越しゴールを挙げました。試合終盤を迎えたダービーマッチはここでさらに盛り上がります。ではリプレイを見てみましょう。お手本のようなコーナーキックですね。最後はドンピシャのヘッド。お手本のようなゴールでしたね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。クリスチャン・エリクセン、ボールはラッシュフォードへ。ブルーノ・フェルナンデスがボールをロスト。アディショナルタイムは5分と表示されています。アレクシス・マクアリステル、ソボスライへ。ドリブルでボールを前へ。すぐ攻撃に切り替えたい。目の覚めるようなシュートでしたが、ポスト際のコースを捉えきれません。この位置からチェックされています。エリクセン、ここで試合終了です。サポーターから激しいブーイングが起こっています。福西さん、これは退場の判定に対するものでしょうか。はい、あそこで選手が退場になったことが試合の結果に影響を与えた。サポーターはそう感じているんでしょうね。今後につながる活躍ぶりでしたね。今日のヒーローでしょう。あの時間に勝ち越しゴール、最高の終わり方でした。